ございます。やあ、お仕事に戻ります。頑張ってね。ファイト、ファイティン、ファイティン。おはよう。いやいや、皆さんおはようございます。ピザミ、ピザミについて、おはよう。おう、おはよう。まどきださん、はぎぴさんもありがとうございます。ふけんです。あゆむさん、ありがとう。えりまゆぴさん、まいきさん、たずみやんごさん、もりちゃんさん、しんごさん、めにーさん、たぐちゃんさん、みやすぎにさん、なつみかわさん、てとりファイブさん、おやや方さん、たかゆきさん、なつみかわさん、はちさん、ありがとうございます。かこぴんにさん、かいたさん、ちいちょうげさんもありがとう。おはよう。おはやう。おはよう。おはよう。浦部さんもありがとうございます。あー、高ちゃんさんありがとうございます。嬉しい。これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。来てくださって、またね。ありがとう。そうですね、昨日はバレンタインでした。バレンタインデーです。1ヶ月後はホワイトデーです。皆さんからのお返しお待ちしております。うん、バレンタインのチェキ渡した。ゆうこさん嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。さくちゃんさん、ありがとうございます。ハートの武器、おはよう。カパマキマキさんもありがとうございます。判定させてみたら、ラスベガスって書いてあったでしょ。そう、書いてあるんですよ。判定させたら書いてある。判定させなかったら分からない。そう、お返しとは、昨日私が皆さんにチョコをあげたので、それのお返しをしていただきたいですね。
おはよう。3月14日ホワイトデー、おはようございます。なんで2つに結んだの。最強ついてるか、最強ついてんで2つに結んだの。かわいい人になんで2つに結んだのかって、ポニーテールじゃダサかったから。いやなんか学校行く時って大体まあ研究生でよくする髪型とほぼ一緒なんですよ。ポニーテールかツインテール、なぜそれ以外ができないかっていうと高速で決まっているから。ストレートがそもそもダメなんですよ。そうなんでかって肩より下あるから髪が、そうそれあるとダメなんだって。だからそうなるべくちょっと頬を下ろしてる感じで、まあ可愛くアレンジしやすいのってツインテールだから。まあ公園でねあんまりそのツインテールするのはちょっとね、そうあれなんだけど、まあ普段はね一応ね学生だしあんまりそのやんないけどツインテールをやってます。よくやってる。そうアレンジが効くのがツインテールなんですよね。ポニーテールってアレンジ しにくいんですよ。たくさんアレンジできるけど、クリリンパしたり、これもね、このここからまたクリリンパもできたりするからね、すごいでしょ。もちろんね、これを後ろにしてポニーテールにすることもできるし、まあいろんなのもできるんですけど、楽にできるのはこれです。パイ返し、そんなもう皆さんからの愛で十分ですよ。ひどかつさんありがとうございます。ウィザードさんありがとう。嫌です。リアルついにリアルで、ね、まだ広島の時は研究生のルールかな。多分ストレートだと思います。ハピちゃんはね、多分なんかストレートの癖がついちゃいそう。いつもヘアアレンジしていいよってなっても。ストレートおろしのこっち耳かけてって言ってフェイクさんにお願いしちゃいそう。定期、うん、そうなんですよ。もう開発所取って売り切れちゃったんですよ。そうなのね、悲しいよね。本当にありがたいことに売り切れちゃって、ぜひお話し会に来てください。お待ちしております。たくさん話そう。その分またねツーショットがある機会に。そう広島のツーショットはまだ空いてるので、そうお待ちしておりますよ。2月のリアルお話し会はですね、2月の25日に、はい、24と25にあるんですけど、私たちは、私はね25日にいますので、ぜひその時にね、まずねこちらは売り切れてないのでぜひ取りましょう。デートコーデです、広島。まあ代わりはねお会いできてよかったじゃないわ、間違えた。さよなら中二病だ、なる中二病なんです。 See you 中二病みたいな。そう、まあ、
中二病だったよねって、どういうとこが中二病だったっていうそこを皆さんからちょっとね教えて、教えてもらう日です。25日、朝日が眩しく眩しいけど人目も可愛くて眩しいです。あらまあ嬉しいですわ、ありがとう。ホリチッチさん、おはよう。嬉しい、話しくれたとから話たくさんしようね、おはよう。うん、話はたくさんしましょう。みんなと話しててのアピは楽しいです。イヤイヤ期の人が来た、やだやだやだに行ってしまうのね。バイバイ。そうだね、チンテールってもともとね結構幼く見える髪型ではあるから、確かに。幼く見えるね。いつもねストレートだったりするから、ちょっと大人っぽく伸びてる感じ、大人ぶっちゃってる感じ。中身40代なのでね、そう、まあそんな感じが一番似合うんですけど、たまにたまにはね、こういうのもいいよね。おはよう、嬉しい、みくださん、なんか昔に戻ったよ。特にないです、なんか薄いなと思ったからちょっと足しちゃった。グッドモーニング、クイさん、ありがとうございます。朝ポストはね、そうね、写真よ、写真、ピピピピね、スイーツの写真、あ、え、ハッシュタグで打ったのさ、今作ってる最中なんだけど、すごく変なのが出てきました。多分間違えてタップしたんだろうけど、松村北斗入所15周年って出てきた。わあ、嫌だ、ちょっと待って、トピちゃんが今せっかく打ってたのに、いやいやね、シュタグシティフォーティエイト、うん、毎週は花粉症なのか花粉症じゃないのかわからないぜです。多分まだ花粉症じゃない、うち家族全員花粉症、奇跡的。いえ、
私が世界で一番可愛い人、私が世界で一番可愛い人。うん、おお、まとめて。なるほど。セバスチャン、セバスさん、セバスチャンでしょ。では15分経ったので終わりたいと思います。ポストします。しました、間違えた。いい、ちょっと待てよ。ではね、壇上のお礼をさせていただきたいと思います。皆さんぜひおはぴぴのコメントと、リツイート、いいね、よろしくお願いします。じゃあ行きます。セティン is 夏美香さん、ありがとうございます。エンセブ is 応募コンテさん、テキブリマジありがとう。イルマにサクちゃんさん、ありがとうございます。エンテン is スキンバガーさん、テキありがとうございます。ナイン is メリーさん、テキブリマジありがとう。エンエイト is ルルタネさん、テキありがとう。え、うち小太郎は何でしょうって打ってる。いや、こちらは何でしょうってちゃんと打ってた。びっくりした。エイズルルタナさん、できました、ありがとうございます。セブンズヒデさん、できありがとう。エイズイレルマップさん、できました、ありがとうございます。フィッエイズナビオンゴさん、できありがとう。ホーエイズホリちゃんさん、ありがとうございます。セイズセイジーさん、できました、ありがとう。シカネイズウラベさん、ありがとうございます。フィッエイズマイキさん、おめでとうございます、ありがとうございます。それでは皆さん、それでは今日も配信ありがとうございました。ごきげんよう。 See you、 またね、ありがとうございました。またね。